サージョン・リーク、サージョン・リークは、イギリスの軍人、政治家。イギリス海軍で台頭して、海軍教まで上り詰め多くの先行を残した。ロンドンのロザーハイズで、砲兵隊長、リチャード・リークの息子として生まれた。海軍に入隊して1689年に勃発したウィリアマイト戦争では、フリゲート艦長を務め、ジャコバイトに包囲されたロンドンデリーの救援隊を護衛して、 ロンドンデリーの解放に一役買った。大同盟戦争では、アーサー・ハーバートエドワード・ラッセルの指揮下で、バントリーワンの海戦、ビーチ・ヘッドの海戦、バルフルール・ミサキとラ・オーグの海戦に加わった。スペイン継承戦争が始まると、アメリカ植民地戦争に出向くよう指令を受け、1702年に、フランス植民地のニューファンドランド駅州、 敵の船を51隻打砲という大戦果を挙げて、イングランドへ帰国、帰国後は海軍少将、海軍中将へ昇進した。1704年からは地中海に転属して海軍元帥ジョージ・ルークの指揮下に入り、ジブラルタルを占領、マラガの海戦で、フランス・スペイン連合艦隊と戦った。1705年にマルベラの海戦で、 ジブラルタルダッカーに向かったフランス艦隊を蹴散らし、同年にルークが帰国した後はクラウズリー・ショベルの配下として地中海に泊まった。イングランド政府の指令でピーターバラ博、チャールズ・モードントとショベルがカタルーニャの首都バルセロナダッシュに向けた共同作戦を取るとピーターバラの軍をバルセロナまで運び出し、ピーターバラは第一次バルセロナ包囲戦でバルセロナを落とし、カタルーニャを イングランド・オーストリア同盟軍の根拠地とした。1706年に、スペイン王フェリペ5世とフランスの将軍テッセハクルネド・フルーレが、スペイン王位候補者、カール大公が牢状するバルセロナを包囲すると、ジブラルタルからバルセロナ救援に向かい、バレンシアに駐屯したピーターバラを乗せて、バルセロナを救った。包囲解除後は、カルタヘナ・アリカンテを落としている。1707年、 イングランドへの帰国途中に、ショベルが嵐で遭難しすると地中海艦隊司令長官となり、翌1708年にサルデーニャを攻略、ジェームズ・スタンホープの要請で、イギリス軍を乗せてミノルカ島へ出港、上陸を援護してミノルカ島を制圧した。これにより、イギリスはジブラルタルと並んで、地中海の政界権確保に役立つ拠点を手に入れた。 同年にイギリスへ帰国して、ケント州ロチェスターから会議員に選出され1710年に海軍教となった。1712年に海軍教を辞任。1715年にジョージ一世と総理が合わず、議員も辞職して引退。1720年にグリニッチで64歳で死去。遺体はステップニーの教会へ埋葬された。 リチャード・ヒルの娘クリスティーン・ヒルと結婚していたが、子供がいたかどうかは不明。イギリス革命士、P134P136。図説イングランド海軍の歴史、P261P262、スペイン継承戦争 P125P126。図説イングランド海軍の歴史、P262P264、スペイン継承戦争 P159。 P243 P288 ありがとうございます。